2泊2日。良さそうだけど、お店に気をつける暇がないですね、これ。選手紹介もう始まっちゃったんだいやちょっと見たら遠すぎるでしょ。結構人来てるな。今日めっちゃ人来てる、平日なのに自分の席どこだ。間に合った。対1で負けてしまいました。でも平日のナイターだったんですけど、結構ねゴール裏人埋まってて雰囲気すごく良かったです。やっぱり、ね、関東に住んでるコンサート多いのでめちゃくちゃ集まり良かったですね。私もなんとかね試合ギリギリ間に合いまして、ね、頭から試合見ることができたんですけど、ちょっと2対1で、ね、西選手のオウンゴールですか、あれがちょっと痛い結果になってしまいました。いやでも中島選手がね今シーズン初ゴール決めましたので、それはおめでたいですね。結構動きも良かったと思いますよ。まだねチャンスあるんですけど、まあ、アウェーがこれで最後だったのかな。ちょっと残りはホームの皆さんに託します。いやちょっとなんとかね今年ルヴァン突破して、ね、決勝行きたいですね。ちょっとホームの皆さん頑張って応援お願いします。お疲れ様でした。